ひびしめ、こんなところに入りやすそうな扉があるぞ。なるほど、鍵付きドアか。しかし、鍵開け達人の俺に開けられない鍵はない。これをこうして、こう。あかね、燃えてろ。ブラマイでダイヤ大量ゲット。さて、これをこうして、ゴー。ペガロンオープン。鉄壁セキュリティ。マイクラマスターペケロンのマイクラちょいテク講座。レバー式ドアの作り方。まずは鉄のドアを置き、左側に1マス、右側に6マス分、高さ2マスの壁を作ろう。この壁の高さ2マス目にレバーを4個貼り付ける。ドアとレバーの間は2マス空けるぞ。続いてここにレッドストーン反復装置を置く。壁を向くように置くぞ。その隣に土台を置き、奥側にレッドストーンの松明を貼り付ける。土台に使うブロックは何でもいいぞ。さらに反復装置の後ろにレッドストーンを置こう。この時正しく作られているとドアが開くぞ。この位置に2個土台を置く。レッドストーンをこのように5個置こう。土台を置いていない場所の高さ2マス目にレッドストーンの松明を貼り付ける。この時開いていたドアが閉じれば正しく作られているぞ。これで完成だ。装置の使い方。この4本のレバーがドアを開ける鍵になっている。適当に操作しても開かないけれど、裏に松明を置いている左から2本目、4本目だけオンにするとドアが開くんだ。ちょいテクアドバイス。この仕掛けはいろいろアレンジできるぞ。まずレバーは4本だけじゃなく、もっと増やすこともできるんだ。最大で15本まで増やせるぞ。それ以上増やすと正しく動作しなくなってしまうので気をつけよう。裏側は土台とその上にレッドストーンを置くパターンと、地面にレッドストーンを置いてその上にレッドストーンの松明を貼り付けるパターンを好きなように組み合わせよう。ただしドア横のレバーがない部分の裏側、この部分はそのままにしておくことに注意。アレンジした装置はレッドストーンの松明を貼り付けた部分のレバーを全てオンにするとドアが開くようになるぞ。みんなもぜひ作ってみてね。さーて、もっともっとレバーを増やしてセキュリティを高めなければ。これをこうして、できた。最強10連レバードアだ。これで安心だね。冒険に出発。ふぅ、勢い余ってエンドラ倒してきちゃった。さて、これをこうして、こうやって。開かない。